本日は山根和夫投手、広島東洋カープでございます。山根投手が広島カープに入団するきっかけとなった150キロのスピードガンのお話から、そしてね、ものすごく日本シリーズには強くて、なんとね9試合に登板5勝しているんで、その中でも1979年近鉄相手に完封した時の様子をね、当時の近鉄の選手などと一緒に交えながらのお話、そして1984年キャリア最多のね16勝をした時のオールスターゲームでのね、難しいね、当時のパーリーグの強打者のね様子をね一緒に交えながらお送りしたいと思います。山根投手は岡山県出身で、高校は勝山高校を卒業後、社会人野球の日本工科福山に入社したわけでございます。チームには当時プロ注目のエース田村投手がいたわけで、その田村投手を見たいがため、こちらのねご写真にあります、広島東洋カープ備前スカウトも見に行っていたわけなんです。当時スピードガンをね広島東洋カープはいち早く導入していて、ね、そのスピードガンでなんと山根の球速を測った、なんと150キロが出ていたというから驚きじゃないですか。そのスピードを評価して1975年ドラフト2位で広島東洋カープが指名するわけですが、都市対抗に出るということで1年待ってのプロ入りとなったわけでございます。プロ入り2年間は球は速いがコントロールはという典型的なピッチャーでしたが、フォームをノーワインドアップ、そして3クォーターに変えてコントロールが安定して、1979年8勝を挙げてね、先発ローテーションに加わってきたわけです。そしてその年活躍した日本シリーズのピッチングを次は見ていきたいと思います。1979年11月1日日本シリーズ第5戦、山根が先発のこの試合、2番バッター小川に打たれるわけですが、今ねサイン出してるのはね懐かしいですね、扇さんがサードコーチャーですね。そしてなんと小川が盗塁、こちら盗塁ね成功なわけです。山根のね背番号がまだ35番の時代、アーノルドセカンドゴロでワンアウトランナーサードに進み、そして迎えるは4番マニエル、こちらマニエルを敬遠いたしまして、なんと三塁一塁のピンチを迎えているわけでございます。そして5番栗橋に対して山根の投げた球を打ってセンターフライで無失点、1安打でね1回を終えるわけでございます。そして2回迎える先頭バッター有田修造に対して、こちらデッドボールでランナー一塁に進み、7番サード羽田浩一選手を打って、こちらショートゴロで、ショートは高橋よしこですかね。そしてその後ね、おっとキャッチャーパスボールということでピンチを迎えた山根、背番号35番、この日打順8番の平野をピッチャーゴロに打ち取って、これで2アウト。そして9番はピッチャー鈴木啓示、意外と強い当たり、これでピッチャーゴロで3アウトでございます。そして今度はバッター山根、5回まで鈴木啓示との投げ合いで0対0、打った山根の当たりはセンター前にヒットとなったわけです。そして高橋義彦が送りバントでランナーセカンドへ進みまして、その後2アウトとなりまして、迎えるバッターは三村。この三村の打った当たりがライトを襲う、ライトこれ後方、マニエル、取れない、これで山根がホームイン、1対0と広島1点リードとなったわけ。両チーム点が入らず、そのまま迎えた9回、バッターは小川、2ストライクまでねボールをね振らないという小川がピッピッチャーゴロでまずワンアウト。そしてアーノルドを迎え、アーノルドはおっといい当たりだと思いながらもレフトフェンス前で取って2アウトを迎え、そして最後のバッターとなるマニエルをファーストゴロに打ち取って試合終了、1対0で山根和夫完封勝利を果たしたわけでございます。その後山根投手は中2日で第7戦にも先発し、勝利しにこの日本シリーズ2勝を挙げ、最優秀投手賞にも輝いたわけでございます。そして1984年、こちらオールスターでの映像になりますが、審判がねこう主審がつけてるあのプロテクターですか、あれはなんか空気をね膨らましてね大きくするらしいみたいなんですよ。そういうのをねこの間コメントで教えていただいたんでね、とてもねありがたいことでございます。そしてねこの日は大石が1番、そして2番が福本なんですよね。福本はですねこの前の年に今1番を打っていた大石にね13年連続のね盗塁王というところを阻止されたわけで、なんかこの辺はね時代が変わっていくというところを感じるところでもありますね。
この年の山根はキャリアハイの成績で、このオールスターまでにすでに9勝を挙げており、そして最終的には16勝を挙げたわけでございます。そして迎えるは3番ミノダ浩二阪急ブレーブス。ミノダは前年の1983年にトリプルスリーを達成しておりまして、なんかもうすぐでにね、もうパーリーグの3番というのがもう板についてきたような感じがいたします。先ほどトリプルスリーのお話をさせていただきましたが、やはりミノダってやっぱりね、顔がかっこいいじゃないですか。まあ女性ファンの人気もあったということで、当時のマスコミが打ってよし、守ってよし、走ってよし、そして顔もよしとね、言ったりともしてたわけなんですね。おっと、この角度のね、映像いいですね。山根のね、足が上がるのが、ね、よく見えますよね。そしてミノダはセカンドゴロになりました。そして迎える4番は阪急ブレーブスブーマーです。なんかね、阪急のバッター多いな。2番3番4番全部阪急ですね。まあ言うてもね、阪急強力打線でね、この年はね、阪急が優勝してるわけですから、まあ、オールスターにね、選手が多く出場するというのも致し方ない。あらららららら、サード掛布さんやっちゃいました。エラーでございます。そして迎えるは南海ホークス門田博光が前波の5番というわけですね。山根もね、ここはね、ボールから入りましたね。なんかね、ここはね、やはりね、当然のことながら門田はホームランを狙っているはず。山根の投げる球、何を投げた、おっと、これファールでございます。やはりオールスター観客多いですね。こちら甲子園球場の様子、そしてこちらがボール。ここはオールスターならでのね、ストレート真っ向勝負で、このフルスイングというのはね、こういうのがやっぱりオールスターならではの見どころでもありますしね。門田といえばフルスイング、あららら、フルスイングじゃなくてこれ三振しちゃったの、ちょっと惜しいですね。そして迎える6番に落合というのが、なんかこれパリーグの打線なんか強力というか怖いですよね。落合はね、前年まで3年連続首位打者を取っていたわけですが、この年はね、無冠に終わるわけですが、先ほどね、2割7分台の打率が出ておりましたが、最終的には3割1分4厘打つわけですから、その辺はさすがですね。この角度いいな。そして落合の、おー、うまいことアウトになっちゃいましたね。エラーかなと思ったんですけどね。そしてこうやってね、山根のね、顔が正面から見えておりましたが、当時ね、タレントの段信也さんにね、似てるとね、よく言われてたんですけれどもね、やっぱりね、似てると思うんですよね。そんな話をしている間に、なんと7番の石毛がホームランでございます。まあ、段信也さんね、ちょっとわからない方はね、ググって画像を比べてみてもらえれば面白いんじゃないかなと思います。その後最後はね、3年間西武でね、リリーフでも活躍するわけですが、通算成績は78勝64敗8セーブ、アマチュア時代150キロを出したね、ピッチャーもフォーム改造で成功した例だと言えるのではないでしょうか。本日は広島東洋カープで活躍した山根和夫投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では